ジョゼビエラ・ワイ・クリビホ、ホセビエラ・イ・クラビホは、スペインの神父、博物学者、スペイン啓蒙時代の詩人である。植物学の分野では、カナリア諸島の植物を研究した。テネリフェ島のロス・レアホレスで生まれた。ドミンゴ海の修道会で学んだ。若い頃は、文学、特に詩を好んだ。啓蒙時代の合理主義の影響を受けた。年に、ララグーナで、 下級生職員に除外し、後にラスパルマスデグランカナリアで上級生職員に除外された。1756年に家族と共にカナリア諸島テネリフェ島のララグーナに移り、1757年から1770年に司祭として働いた。テネリフェ島では公爵トーマスデナバ・グライマンのサークルに参加し、多くの学者と知り合い、 公爵のライブラリーで各国の著作を読んだ。このサークルからカナリア諸島での最初の新聞、ガゼットが発行された。1763年からカナリア諸島の歴史の執筆を、始め、第1巻は1772年に出版され、翌年、第2巻が出版された。1770年にマドリードに移り、スペイン王立アカデミーの会長の娘の家庭教師と、 なった。教えごとのラマンチャの田舎の散策の記録は、1774年のマンチャイの旅として残された。1777年に歴史アカデミーの会員に推薦され、政治家で作家のホベジャーノスや詩人、フアン・メレンデス・バルデスや有名な植物学者のアントニオ・ホセ・カワニレスと知り合った。1780年からサンタクルス公爵と共にヨーロッパ各地を旅し、 残されたこの旅の日記には、ウィーンでのモッツァルトのコンサートの記録や、動物園の像にソリの記述が残されている。ローマでは多くの金書を読む許可を得て、重要な歴史書を読む機会を得た。パリには1年近く滞在し、科学の会議に参加し、科学や物理学の教育に参加し、ベルナール・フォントネル、ボルテール、シャルルド、モンテスキュー、ルゾーラと知り合った。 パリの経験は自然科学への関心を再び引き起こし、後に自らも博物学の研究を行うことになった。1782年にラスパルマス・デグラン・カナリア大聖堂の女祭に任命され、1784年、マドリードからカナリア諸島に移り、州政カナリア諸島に住んだ。王立経済アカデミーの会員の仕事や教師として働き、 文学や翻訳などの著述に仕事を移した。1799年にカナリア諸島の自然史辞典を出版し、翌年、カナリア諸島の新しい歴史を出版した。ビエラ・ワイ・クリビホは、植物の学名で命名者を示す場合に、ホセ・ビエラ・イ・クラビホを示すのに使われる。ジョゼ・ビエラ・ワイ・クリビホの著書。ありがとうございます。